チちゃニにくです。ということで、今日は20のスペシャルな情報がまた出たので、見ていこうと思います。ということでね、ね、20がね、昨日、デイデイスーパーライブの方に出演したんですけど、めっちゃ楽しかったみたいですね。もうほんと羨ましいんだけど、なんか、噂によると、あんまりやらない曲もやったりとか、なんと20がね、パフュームさんのカバーをして泣いちゃったりとか、もうほんといろいろ、 あったらしくって、まあ、すごい最高じゃんとか思いながら見てたんですが昨日ねそのパフ,ューマンパフュームさんとの対談であのライブをやったわけなんですけどそれが昨日デイデイスーパーライブだったでしょうで今回ねそれに関連してですねなんと3月20日20の日ですねの朝9時から放送されているデイデイに20が出演することが決定しました ととということでね20がなんんデデイデイさんに、えっと、生出演しかも今回この、まあ、普通に出るだけではなくってなんと楽曲も披露ということで昨日のライブで20が新曲の『スイートノンフィクションを披露したということでまあ『s w e e t n o f i c t i もしくは『メモリーズをやるんじゃないかなと思うんですけどまあ『s w e e t n o f i c t i やるんじゃないかなどうなんだろう『メモリーズなのかなちょっと分かんないんですけどどっちかはね多分披露してくれるんじゃないかなっていうふうに思いますのでまあどっちかは うちにしても、めちゃめちゃ楽しみではあるので、まあ、どっちも嬉しい。まあ、私、まだ見れてないからさ、あの正直メモリーズ見たけど、雨の中だったんで、すべてのフルで、ちゃんと見れたわけじゃないし、スイートノンフィクションに関してはまだフルでも、私はね、見れていないので、ちょっとこれ見れたらいいなーって、早く見れるの楽しみだなーと思ってます。はい、ということで、皆さんもね、今回ちょっと NiziU のスーパーね、デイデイスーパーライブに行かれた方もたくさんいると思うので、デイデイスーパーライブの感想とかもちょっとコメントで聞かせていただけたらなと思うし、 今回20がね、テレビ出演決まった。そして楽曲披露ということでね、今回このスイートノンフィクションの方はちゃんとビジュアルもありますので、ちょっとスイートノンフィクションが出るのもめちゃめちゃ楽しみ。正直新ビジュめちゃめちゃ可愛すぎませんかなんかもう見たんですけど、もう全員なんかこれでなんでシングル出ないんだろうみたいなぐらい思っちゃうぐらいのめちゃめちゃ可愛いビジュだったんですよね。なんか雰囲気とかもかなり大人っぽくなってて、 さあ、ちょっと前とか結構明るくて、みんな、なんだろうな、可愛らしい感じもあったんですけど、ちょっと髪暗くなったり、ちょっとなんか雰囲気変わったり、あやかちゃんもね、また金髪になってね、雰囲気変わったりとかもして、すごい、なんか新しい20だなっていう感じがしていいなっていうふうに思ったので、ちょっとこれからね、たくさん20も出るものとか、そしてあと来月にはね、私も行くんですけど、ザ・パフォーマンスもあるということで、はい、勢いの止まらない20のたくさんの情報だったりとか、20について、これからもたくさん動画にして いいくくのでよろししお願いしますそんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは